皆さんこんにちはこれより行政書士合格の取説野端のズバッと重要論点ポイント解説講義第3回目憲法を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあね、前回、心境の自由お話をしましたが、まあ、復習しっかりできたでしょうか。で今回、3回目なんですけども3回目は、はい、職業選択の自由について見ていきます。まあ、サブタイトルはね 薬局も小売市場もソーシャルディスタンスということで、まあね、このソーシャルディスタンスという言葉、ね、なくなるといいかなって思いますけどね、まあこの動画を見ているときにどうでしょうかということにもなりますが、そうなんですね。こう、お店を開くときに一定の業態に関しては、距離を空けないといけなかったりするんですね。それは何でかってことも含めて話をしていきたいと思います。はい。では、取説テキストに関しては、64ページを出してください。 はい、64ページですえちょっと難しいですね、事前にテキストを見ている方も、いまいちこう頭に入ってこないというところがあったと思いますけども、まずこう、いろんな理由から私たちの職業選択、営業の自由というのはこう規制かかっているわけですね。で、どうなぜ規制をかけるんだということに対して、2つの考え方があるんですね。はいえー、ここがポイントを見てくださいと。 なぜ規制するんだ例えばね、1番です。国民の健康を守るために医師免許がないとお医者さんできないよっていう形の法律を作ったとしましょうか。規制をね。はい。こういうの消極目的のための規制って言います。国民の健康を守るという規制は消極目的の規制って言います。で、横に書き加えていただくといいんですが、この消極目的の規制に関しては、こう裁判所が 違憲か合憲かの判断をすになりやすいと。されますすになりやいとまず書いてください。後で説明します。で片や2番ですね、例えば個人商店を守るためにショッピングセンターの出店を規制すると、まさしく距離を空けなければ出店できないよという形の規制を作れば、 それは、積極目的のための規制って言います。で、これも先に書いておきますと、この基準は、違憲になり、にくい基準と言われます。はい。これどういうことかと言いますと、先に2番からいきましょうかね。 なぜ個人商店を守るための出店規制の法律が憲法違反となりにくいのかってことなんですがあの正直裁判官は法律のプロですけど経済のプロではないんですよつまりショッピングセンターと個人商店の距離がどれぐらいこう空いてないと個人商店に甚大な影響が出るかって分からないわけですよね多分それは あの国会の方で専門家の意見聞いて、例えば1キロ離せば大丈夫とか、2キロ離せば大丈夫ってこう話し合いをして決めているわけですよ。それは明らかに裁判官でも詳しいので、できる限りそっちを尊重すると、国会で決めたことを尊重するということで、もしその法律がおかしいぞっていうクレームが上がってきても、基本的には意見とはしづらいんだということです。逆に1番の方ですね。 あの国民の健康を守るためという規制の場合、これ、一見になりやすいんですよ、比較的。でどういうことかというと、まあ、今回の医師免許の話はもちろんその通りだと思うんですが、国民の健康を守るためですよっていう形で話を進めると、こう結構みんなよくわからないまま、まあそうだよねって話になっちゃうわけですよ。こう大義名分ですよね。 もう健康を守るために、これは仕方がないんですって、国会で審議始まると、他の国会議員の方も、あ、そうかなって言って、簡単に法案通しちゃいます。あと、国民も、まあ、あ、そうなんだよねってことで、規制に従っていっちゃいます。これはしっかりと裁判所の方で判断すべきだということですから、この規制の場合は、意見に慣れやすい基準でいくよという形なんですね。まあ、そこをしっかりと理解しておくことがまず大切かなと思います。 はい。で、その上で、まあ、この職業選択の自由に関する判例は、やはり小売市場の話と薬局の話が非常に大切であると。いうことで、はい。次のページ見ていきましょうね。はい。65ページのところで、はい。重要判例。小売市場距離制限事件というところです。まあ、小売市場ってイメージがつきにくいですけども、まあ、今のデパートの前身みたいな形ですかね。 まあデパートといっても、今みたいなしっかりしたものじゃなくて、まあ、スタートは戦後の闇市です。規模が小さいお店が集まって、まあ、そこでまあ物を売っている形ですね。だから経営基盤弱いんですよ。だから既存の市場がある中で、近くに新しい市場ができちゃうと、お客さん割れちゃうので、お店潰れちゃいますよねっていう。そういう観点から、一定の距離離さないと開けませんっていう規制を設けたと。 という形なんですね。ということは、今、口頭で話した中で、これ、何規制ですかね経済基盤が弱い、既存の市場を守るということを考えれば、これは、積極目的規制なんですよね。はい。あの、半紙見てもらうと、書かれてますね。え小売市場のの制限は経済基盤の弱い小売を 相互間の過等競争による友達から保護するために取られた措置だとありますつまりこれは積極目的規制だよねって言っています、ねうん、積極目的規制だよねって言っていますということは違憲になりにくい基準でいくんですよ なので一番下を見ると、著しく不合理であることが明白であるとは認められないから、憲法の22条1項に反しない合憲ですって話なんですけど、この、著しく不合理であることが明白である。これが違憲の基準なんですよ。つまり、すごい簡単に言うと、明らかにおかしいよねっていうことであれば違憲としますけど、 そうじゃなかったら意見とはしないって、そういう話なんですね。そのやり方明らかにおかしいでしょうって時は意見で、そうじゃなければ合憲ですから、この著しく不合理であることが明白であるっていう、これが意見になりにくい基準だという意味です。はい。 小売、まあ、市場は違憲ですって覚えてしまって解ける問題もありますが、ぜひね、積極目的規制だということと、違憲となりにくい基準だということは押さえておくといいと思います。はい。じゃもう一つね。はい。次のページに薬局の距離制限事件がありますと。まあ、薬局と薬局は距離を空けないといけないぞっていう話なんですね。でこれ、小売市場の場合と何が違うのかというと、 何のためにこれ距離を設けたかというと、半紙見てもらうと、えー、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、警察的目的のための規制措置だって言って、これ消極的って言ってますよね。はい。例えばこれ、多種選択で穴埋めになった時も、きっとこの赤の消極が穴埋めなんですね。で、多分消極だか積極だかを埋めなきゃいけないんですが、 当然、この前の国民の生命と健康ってキーワードから、まあ、この消極ってものを埋めていくって話です。で、なぜ消極なんですかっていう話なんですけどね。うん。例えば、薬局と薬局の距離を空けますと。あ、すません。薬局と薬局の距離が近いという形になると、やっぱりこう、お客さんは割れますよね。で、お客さん割れちゃうと、まあ、片方の薬局どうなるかというと、 まあ、例えばこれね、今の大きな、こう、松本清志とか、そういう薬局じゃなくて、あの、町の調剤薬局を考えてくださいで。そこで薬を調合して渡すって薬局を考えていくと、経営が傾いた薬局がすることは、例えば薬を薄めて売るてね薬を薄めて売りつけるとか、もしくは、あの、必要もない薬を多量に売りつけるとか、いうことがあり得ますよね。そうなると、適切な薬をもらえない国民の健康を害されるから、 だから距離を空けるんだっていう、そういう話なんですよ。まあ、一理あるかなっていう気はするんです。一理あるかなっていう気はするんですけども、うん。ただ、これもうちょっと考えてもらうと、本当に距離制限じゃないとこの目的達成できないんですかねっていう。つまり国民に不良役員が行き渡る行き渡らないようにっていう目的を他の方法でも達成できないんですかねっていう。 例えば、見回りを強化するとかね、ということで達成できないかって考えていくんです。つまり、まあ、後回しを受けとはなってますがえ、消極目的規制の場合、現在の規制よりも緩やかな規制方法で目的が達成されるならば、現在の規制は違憲と書いてます。これが違憲となりにくい基準、なりやすい基準です。失礼。はい。これが違憲となり、 安い括弧で書いておりますが、距離制限という厳しい規制を設けなくても、他に不良医薬品が出回らないような対策が立てられるんだったら、距離制限は違憲ですっていう意味ですで実際に今回は、他の方法ありますよねって結論だったんですよ。 見回り強化とかで他の方法ありますよねってことになっていき、それが反して言うと、距離制限規制の必要性と合理性を肯定するに足りないと。そして、だからこそ、この距離制限規定は憲法に反し無効ですって結論になってきますね。はい。どうでしょうか。なかなかね、こう、わかりやすく、 取りのテキストを書いたつもりなんですが、文章はなかなか分かりにくいので、ぜひこの講義を聞いていただいて、もう一度ね、ゆっくり見ていただくと、少し、えー、少しずつね、理解深まっていくと思うので、ぜひ頑張ってものにしてみていただけるといいかなと思います。はい。では、あ今回ね、3回目の講義は以上ということになっていきます。で、次回予告なんですが、えー、次回は憲法の最終回ということで、えー、当のね、 え、衆議院の解散について見ていきたいと思います。まあ、この動画見てるときにはね、あの、衆議院の、まあ、あの、選挙って終わってると思うんですけども、まあ、それを振り返る形でもいいので、まあ、一度取説テキストをね、こう見ながら、まあ,あ、予習してみてね、改めて講義を聞いていただけると理解が深まるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では、今回3回目の講義は以上となります。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。